映画ドラゴンボール Z 激突100億パワーの戦士たちを見たよ。まあ、あのメタルクーラーの映画なんだけどね。まあ、ベジータがね、初登場というわけで、映画で。ただね、この映画のベジータね、扱い悪いなぁと思っちゃってさ、最初かっこよくさ、なんか悟空を助ける感じでさ、出てくんだけどさ、その後ね、なんか、そのサイヤ人を舐めるなよみたいな感じでさ向かうんだけどさ、思いっきりパンチで飛ばされてで戦ってる最中もね、メタルクーラーね、瞬間移動の能力を持ってるんだよ、悟空と一緒。だから瞬間移動でね、悟空とシュン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 って戦い合うんだけど、その瞬間移動の戦いについていけなくて、腐ったれってなって、もうなんだろうね、俺ね、なんかメタルクーラーが出てくるまではさ、すんげえ知り合ってたんだけどね、もう、メタルクーラーじゃなくてベジータが出てくるまではね、すんごいなんか知り合ってたんだけど、ベジータ出てくからがね、なんか面白くてしょうがなかった。正直ね、ベジータはなんだろうね、真剣にやっててね、なんか、真剣にやっててギャグになる、なんか、あれはね、ちょっと変え難いもんな。まあ、メタルクーラー自体はね、もう、めちゃくちゃ強いんだけど、まあ、倒し方はね、倒し方はね。いや、なんかね、もうパワーがねえな、もうパワーがねえなって言うんだけどさ、1体目のメタルクーラー倒した時も満身創痍で。で、その後、こう、ザーってメタルクーラーが出てきてさ、で、なんか、地上でなんかメタルクーラーがなんか横並びになって走ってるシーンもちょっとシュールだったんだけど、まあ、そこで負けて、ゲテスターの栄養にされるみたいな感じでさ、やられる、こう、繋がられるんだけど、行動に。で、こう、悟空とベジータでさ、のエネルギー吸ってさ、うう、腹いっぱいだ、みたいな。もうこれ以上吸ったら危ないところだった。ってなったら、またさらにね、それでもなんか止めて、吸うのをやめてるのになぜかどん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 エネルギーがね、送り込まれてって、ゲテスター反壊する、ビッグゲテスター反壊するみたいな。なんだこのオチはみたいな。って思わなくもない。なんか割となんかノリっていうか、なんか、ピッコロとかさ、ご飯とかクリリンが戦ってるなんか、モブの、なんか機械とかもさ、なんか、波の走行じゃないぞって。波の硬さじゃありませんよみたいな。わかったからって。硬いのはわかったからみたいな。でも、なんか、つまり一点集中で殴るんだって言ったらね、もうなんか、もう普通になんか、もうみんな、豆腐みたいになんかちぎり始めてさ。何なんだよ。メタルクーラーはね、よかったけど、やっぱちょっと強くしすぎてなんか、オチがなんかあれだった。拍子抜き感ある。まあ、ベジータはベジータで初登場の間にはなんか、ちょっとお笑いみたいな感じだったけど、最終的にビッグゲテスターを倒したのはベジータだから。だからまあ、美味しいところはゲットできたのかな。